皆さんおはようございます。ティンダーの役場金太です。楽天広島に在籍した下鶴光さんの凄さを言います。下鶴光さんはやはりスタメンにはあまり出てないが、控えとしてスーパーサブとしての外野手でございます。代打代走守備固めとしてまあまあ活躍、実は勝負強いバッティングで、実はサヨナラタイムリーやサヨナラホームランを打った選手でございます。スカッパーで月間サヨナラ賞というタイトルを獲得したそうでございます。プチタイトルを。広島楽天でも確かに存在感を発揮した選手でございます。スーパーサブ要員と言っていいでしょう。守備もまあ安定しておりますけどもね。いつもはちょっとあったけどね。はい。以上です。バイバイ。